はい、それでは23回長官事会を開催します。青木代表から解説があります。皆さん、この度の総選挙、それぞれのご奮闘の結果、この度の現行の選挙制度の下で35議席と過去最高の結果を出すことができました。おめでとうございました。小選挙区完勝、そして、比例区においては東北また九州沖縄ブロックそれぞれで、新議席を獲得するという結果であります。また東海南関東ブロックでは3議席奪還という結果となりました。比例区合わせて、票は前回と比べて20万票伸びております。投票率が下がったことを考慮すると、これは議席率の、まあ、得票率の大幅なアップにつながりました。そうした結果を生み出していただき、結党50年の最初の戦いに勝利できたということは、次の50年に向けて大きな意味があると思います。改めて党員支持者ご支援をいただいた方々に深く感謝を申し上げたいと思います。その上で、自民党とともに協力の結果が発揮されて、議席占有率はゼロ増5減のことを考慮に入れると占有率は高まりました。この国民の信任をしっかり受け止めて、これからの政権運営に全力を注いで国民の期待に応えていかなければならないと思います。特に政権合意を15日に締結をさせていただきました。ここで決しておごってはならないということを明記した上で、これからの重要な政策課題について前回の政権合意、2年前の政権合意を尊重しながら新たなものを加えて8項目にわたって合意を作り出しました。この合意ができたことから24日からといわれる特別国会の中半指名においては安倍晋三さんを指名したいと思っております。皆さんのご理解を得た上で与党結束して今後の政権運営に当たってまいりたいと思います。これから大事なことは統一選も明年ありますし、この衆議院選挙の結果をもとに次なる戦いの基盤を立て直して次への勝利へ導いていくということであります。年末年始大変これから国会の日程あるいは政府与党としての日程タイトになりますけれども、正月返上で国民のために政治空白を埋め合わせていくとこういう決意で臨んでいきたいと思います。それぞれ選挙の お世話になった方々に対する報告や御礼もあろうかと思いますけれども、ぜひ健康無事故でそして次へ結束して当たってまいりたいと思います。改めて皆様のご奮闘に心から敬意と感謝を申し上げてご挨拶とさせていただきます。おめでとうございました。ありがとうございました。